はい、どうもエルザレットです。それではファイアーエムブレム風化節々やっていきましょう。今回は前回続きということでやっていきますかね。どうにか片付いたな。犠牲も最低限にとどめた。奴ら実験台は誰でもよかったと抜かしていやがったな。あいつらのせいでルミール村の連中は。ここにいたか。その姿、お前が炎帝か。いかにも我が配下の死神騎士が世話になったな。世話になったとは随分な挨拶だな。お前がこの村をめちゃくちゃに。勘違いするな。何？ソロンは確かに我が協力者だわ。同じ目的で動いているわけではない。このような行い事前に知っておれば我は必ず止めた。それは断言しよう。口では何とでも言える。とりあえず修道院まで来てもらおうか。できぬ相談だ。まあ我と貴様らとで手を組むというのであれば受けよう。何だと。放っておけばキャツらはまた強行を繰り返す。それを止めたくはないのか。特に天帝の剣を持つ貴様の力があればソロンなど敵ではない。手を組めばっていうところだけどな。いや、ここはちょっとやめておこう。残念だ。貴様ならそう答えるだろうとは思っていたが、その選択後悔するでないぞ。ジェラルト殿、先生、殿下を見なかったか。どうした。しまった。逃がしたか。なあ、大修道院に来てお前は変わったな。変わった。へえ、どうだ、変わったとは。ルミール村に来てからお前怒りっぱなしじゃねえか。ガキどもを指導してるときは随分と嬉しそうな顔をするしよ。お前がそれほど感情を表に出せなんて大修道院に来るまで一度もなかったんだぞ。まあ生徒たちのおかげとか。お前のそんな顔が見られるなら大修道院に来たことも良かったのかもしれん。あるいは初めから大修道院を出る必要さえなかったのかもしれねえな。出る必要がなかった。しまったな。いや、そろそろ潮時か。今度暇な時に俺の部屋に来い。話がある。お、これはいかなることじゃ。秘密か。お主が大修道院にいた記憶なぞわしにはない。お主のせいには一体何が隠されておるというのじゃ。村では見苦しいところを見せたな。皆も先生も参っていただろうに、あの光景を見たら頭が真っ白になって。自分もだと。そうか、先生でもそういうことがあるんだな。先生、いつか人にはどうしても受け入れられぬものがあると話したな。あのルミール村の光景、俺にとってはあれがそうだ。罪なき者を殺める人面獣神の下道ども、
ソロンも炎帝も駆除すべき獣だ。なぜそこまで怒る？確かに俺にとって村の住人は関わりの薄い他人かもしれない。だが先生、俺はな、4年前にダスカーで同じ地獄を目にした。死にたくない、痛い、熱い、嫌だ、助けてくれ、誰か、母さん、撃て、仇を撃て、俺たちを殺した者を殺せ、絶やせ、滅ぼせ。父も母も4年前あの地獄の底で命を落とした。忘れるものか、死んでいった者たちの末後の顔も声も全て。今はルミール村で生き残った者たちが早く元の生活に戻れるよう力を尽くそう。ありがとう。それじゃあ先生、また明日。いい機会だ。先生だけには言っておく。俺がこの士官学校に入ったのはな、復讐を果たすためだ。ルミール村を狙った恐ろしい計画によくぞ幕を引いてくれました。この度の惨禍には天上の女神様も強く心を痛めていることでしょう。それにショコバンのトマシュがソロンという闇の魔導士だったとは、私たちの目が節穴であったことも猛省しなければなりませんね。まったくじゃ、入り込んだネズミに気づけぬとは情けないにも程があるぞ。のう、それにしても奴らは何者なのじゃ。トマシュはいかにして潜り込んだのじゃ。そうだね、確かにっていうところだよね。何者かっていうのもあるけど、なんか血の話してたからね。トマシュは何のために修道院。トマシュは同盟貴族、コーデリア家の推薦で40年ほど前から修道院にいる。8年ほど前にコーデリア家に戻り、去年からまた復帰していたのだ。何十年とダルグマクにいて、なぜ今さら、一体何を企んでいるのか。それからイエリッツは帝国貴族の推薦で士官学校の教師となっている。仮に彼が死神騎士であれば、敵は二国にまたがる組織ということになる。セイロス正教会の長い歴史の中で、いえ、それよりもはるか古の時より、フォドラの安寧を脅かさんとする者たちが現れること、後を絶ちませんでした。闇にうごめく彼らの正体は未だ不明です。ですがソロンや死神騎士はその一端に違いないと私は考えています。安寧を脅かさんとする者たちか。なれば征伐してやらねばのう、お主。そうだね、征伐しよう。本当に頼もしくなりましたね。あなたがいれば修道院は安泰です。今は敵の狙いも所在もつかめていませんから、来たる時に備えて検算してください。では今日のところはこれで。お待ちなさい。まだ理解できないこともあまたあるでしょう。ですがあなたは力あるものです。その存在はやがて皆の希望となり必要とされていくことでしょう。何より私自身があなたに期待しています。顔を上げて歩んでいってください。あなたに女神ソティスのご加護があらんことを。
女神ソティスじゃと。どうかしましたか。そうだね、女神の名前を初めて聞いたね。そうでしたか。ソティスは女神のマナです。みだりに口に出さないようになさい。ではまた後ほど。お主、うかつなことを口にするでないぞ。こやつは、わしは何者なのじゃ。今は特退出せよ。よいな。白雲の章、精神の説、涙の訳。透き通った冬の空に精神が瞬く。星界の星はその姿を隠し、女神は遠く天上から地上の平穏を祈るという。ガルグマク大修道院では落成を記念する周年祭が今年も行われ、5年後の千年祭に向け人々の祈りは大きくなっていく。すまんな。今節は舞踏会が予定されています。生徒たちも楽しみにしていることでしょう。舞踏会とかあるんだね。しかし、いられては困る。課題にはいつも通り取り組んでもらう。その課題だが、使われていない礼拝堂に何者かが侵入した痕跡がある。礼拝堂には何か盗まれた。いえ、貴重な品など何もない建物です。侵入した目的は分かっていません。そこで、君の学級の今節の課題は礼拝堂の警戒及び侵入者の調査とする。聖教会を取り巻く情勢が不穏な昨今、些細な異常も見逃すわけにはいかないのだ。万一の場合に生徒の安全を確保できるよう、騎士団の実力者にも支援を命じてあります。そうか、心強い。騎士団の実力者、ジェラルト・アイスナー、ただいま参上しました。せっかくの機会、たまにはゆっくりと親子で語らってはどうですか、ジェラルト。お気遣いいただき、どうも。ただし、ジェラルトさんには別の任務もある。それが片付いてから君の支援に回ってもらう予定だ。そういうわけで、しばらく修道院から離れるが、戻ってきたら。そうか、離れるのか。じっくり見させてもらうからな。じゃあ話が聞けるのはもっと過ぎた後になりそうだね。さあ、ということで、そうだね、26日がイベントか。あの日まで、じゃあこう進めておいて、続きはそこからにしていきましょう。ということで、戦闘パートまでスキップ。年に一度の舞踏会とあって、どの学級の者も皆すさまじい気合の入りようだな。殿下、他人事のようにおっしゃいますが、明日の舞踏会は全員参加とのことです。そうだったな。気が重い。こんなところでお前と意見が合うとはな。舞踏会で女と踊るよりも訓練場で剣を振っていた方がずっといい。え？殿下もフェリックスも冗談でしょ？学校中の女の子と踊り放題なんですよ。そんな最高の日に野郎同士で剣の稽古、正気の沙汰とは思えませんね。僕は舞踏会結構楽しみですよ。こんな機会めったにないですから。
よし、よく言ったアッシュ。明日までに女の子の口説き方をみっちり仕込んでやる。いや、僕はどちらかといえば踊りの方を教わりたいんですけど。踊りなら心配ご無用、私が教えてあげるよ。アッシュ、せっかくの舞踏会だもの、お化粧くらいはしなきゃよね、イングリッド。そうですね、努力だけはしましょう。よし、それじゃあ明日の朝はイングリッドの部屋で集合ね、メーチェ。いつかまた全員でこうして集まれたらいいんだがな。良い案ですね、殿下。でしたら5年後はいかがです？5年後？ああ、ガルグマクの千年祭の年か。その頃にはもう殿下のことは陛下とお呼びしなくてはならないのでしょうね。ああ、そっか、分かってはいたが、なんか遠い人になっちまうんですね。勘弁してくれ。立場が変わろうと俺は俺のままだ。俺だけじゃない、きっとその頃には皆それぞれ窮屈な身の上になっていると思う。だが千年祭はこれまでにない規模の祝祭だと聞いているし、ここを訪れるのにはちょうどいい口実になるのかもしれないな。それって同窓会ってやつですよね。楽しそう、私大賛成です。もちろんその時には先生にも来てほしい。先生あってのルーベンクラッセだからな。よかった、それじゃあ決まりだな。だが万一俺がここに来られない時にはまとめ役は先生に任せたい。そうよ、王様の仕事が大変なのはわかるけれど、諦めるのが早すぎるんじゃない？そうだな、すまない、約束する。俺も必ずここに戻ってこよう。じゃあ逃げ出してきたのか。ま、随分ともみくちゃにされておったからな。人気者の先生はつらいの。人気者ということは否定せんのじゃな。さすがはお主よ。ああ先生、どうしたんだこんなところで。先生は冗談がうまいな。エーデルガルトならともかくクロードか。まあどちらにしても踊るつもりはないんだがな。俺は子供の頃にエーデルガルトから踊り方を教わった。気まずいだろ。先生、以前彼女と俺が義理の師弟だという話をしたな。彼女の実母と俺の継母は同じ女性だが、子供の頃の俺はそれを知らなかった。母上は俺をまるで本当の息子のように大切にしてくださったが、
いや、だからこそ彼女の存在を俺にほのめかすようなことはしなかった。俺たちは違う国で生まれ、違う国で互いの存在を知らずに育ったんだ。だが幼い頃の1年と少し、俺と彼女は友人だったことがある。ああ、俺たちは互いの身分も素性も知らないまま出会い親しくなった。彼女とアランデル公がまだ王国で暮らしていた頃の話だ。亡命してきたんだよ。帝国内でも揉め事が続いていた時期だったからな。父についてアランデル公の屋敷を訪れた時、俺は退屈そうにしている彼女と出会った。最初は気難しくてわがままなやつだと思ったが、すぐに打ち解けたよ。踊り方を教わったのもその頃だ。彼女の指導はなんというか厳しかった。ほら、足が違うわ。そこで出すのは右足でしょ。エル、もう日が暮れるよ。俺そろそろ帰らなきゃいけないんだけど。彼女が国に帰るまでの1年は本当に楽しかった。なあ先生、今考えても情けない話なんだが、俺は彼女への選別に何を渡したと思う？よくわかったな。一応意味もあったんだぞ。昔からファーガスでは剣を未来を切り開くものと考える。彼女は不自由な生活を強いられていたから、望む未来を切り開けるようにと。まあそれもこれも昔の話だ。あの時の少年のことなど彼女はもう忘れただろう。もう遅いさ。何もかもあの頃とは違う。彼女も俺もな。それにしても肩が凝るな。こういう催しはやっぱりショーに合わない。だがそろそろ会場に戻らないとな。じゃあ先生、また後で。してどこへ逃げ出すつもりじゃ。修道院の中はどこも浮かれた生徒で。なるほど、女神の塔というわけじゃな。ところにいたのね。大広間中探し回っても見当たらないから、どこへ行っちゃったのかと思ったわちょっと疲れた顔してるわ。やっぱり人気者は大変ね先生。そうよね。それじゃしばらくここでのんびりしていましょうか。知ってる先生、女神の塔の言い伝え、ここで交わされた約束は女神様が成就させてくださるんですって。あら、やっぱりこれだけ有名な話だと先生でも聞いたことがあるものなのね。そんな言い伝えがあるから仲のいい男女は二人でここへ来るのよ。これからもずっと一緒にいよう、とかそういう約束をするためにね。ここへ来る途中にも女の子を女神の塔に誘おうとする男の子を見かけたわ。なんだか素敵よね先生は。そう思わない？そうよね。けど
約束を交わした子たちがずっと一緒にいられるとは限らないわ。この士官学校には貴族が多いでしょ。自由に結婚できる人なんてほんの一握り。それでも一緒にいたいと思うからこそ女神様にお願いするんでしょうね。ところで先生、誰かと相引きの予定があるわけではないわよね。あらあら、約束もしていないのに。もう先生ったら口がうまいんだから。あ、いけない。そういえば私、先生を探しに来たんだったわ。実を言うとね、踊りの相手になってもらおうと思ったのだけれど、でも騒がしい大広間で踊るより、こうして先生と一緒にいる方が楽しいかも。先生、もしよかったらもう少しだけここでお話ししていましょうよ。ありがとう先生。みんな楽しそうじゃの。お主はもう踊らぬのか。そうか、つまらぬやつじゃ。わしに体があれば限界まで歌って踊るというのにな。おや、お主と同じく見守るだけでよいものがあそこにもおるの。うん、わしは退屈じゃ。後を追わぬか。さっさと行け。お主もあの物の真意が気になると言うておったではないか。ん？かすかに歌が聞こえるような。あちらからじゃな。この歌、聞き覚えがあるの。いや、聞いたのではないの。わしが誰かに歌って聞かせていた。これは、わしが作った歌。いや、そのようなことあるはずが。仮にそうだとして、なぜあの者が知っておる。まさか。いかん、急に眠気が。なんじゃお主もか。とく寝床へ。はい、ということで、まあ結構いろいろとイベントが重なった月でしたね。まあとりあえずソティスが歌を覚えてるとか知ってるようなんですが、
まあ、何か関係性があるのは間違いなしというところだろうね。じゃあ、そうだね、課題出撃があるんでこちらやっていきましょう。旧礼拝堂救出戦ということでレベル17ですね。ジェラルドと共に調査に当たるはずだったがだったガルグマクの、俳句格、そこに魔女が出現したとの旧報が入った。予期せぬ事態に一行は急ぎ駆けつけると。魔物かいい思い出ねえな。幽霊廃道救出船。団長どこです？団長を見なかったか？仕方ない、貴殿だけでも。ほう、戻ったぞ。団長を探してる。おう、戻ってきたね。悪い、前の任務が長引いてな。おお団長、大変です。礼拝堂のあたりに魔獣の群れが現れたと知らせが。そんなバカな話があるか。城郭が破られたって報告は聞いてねえぞ。だから急ぎ確認に向かおうと。団長も行きますよね？当たり前だ。礼拝堂は俺とこいつが警戒と調査を命じられてた場所なんだよ。どこか、わからんやろな。妙な話だが、その前に複数の生徒が礼拝堂の方に行くのを見た者がいるのだ。複数の生徒がおかしかったらしいから正気ではなかったのかもしれん。ああ、とことは潜んでた可能性があるんだね。魔獣がゾロゾロ現れたという話なのだ。生徒は食べられた、殺された。魔獣が外から侵入したはずはねえ。もしかすると、まあ今は考えるよりも行動だ。お前はすぐに学級のガキどもを招集しろ。お前に話があったんだが、落ち着く暇もねえな。まあ確かに暇ないね。俺は先に行ってるぞ。さあ戦闘をやっていきますか。さあ敵の全滅と。ターン制限がないけど、ディミトリ・ジェラルドの確かに魔獣どもが嫌がる動き方だよな。出所は礼拝堂と見て間違いねえだろう。俺は礼拝堂に向かう。お前らは逃げ遅れた生徒たちを保護してやれ。助けてくれ。めっちゃいるな。誰か来て。魔獣め、こっちに来るな。さあ、魔獣はいますな。焦らず戦おう。にしといて。やっぱそっち行くよね。これはそもそも助けきれるか。額に石みたいなもんが。モニか。あれ？こいつ。動くべきだったけど、ナイス。時間の問題か、上の方はね。さあ、ジェラルト耐久がどんくらいあるかだね。持つか。さあ、1枚剥げはしたがっていうことだよね。シールド、そこなんだよね。さあ
旦飛ばしていこう。ここも飛ばして意外と問題ジェラルトの方か。まああの位置にいる限りはという感じだね。ジェラルトの方に行ってだね。さあスキップで、これもスキップ。これだけの魔獣を相手にするとは、礼拝堂に行くのも簡単じゃねえな。確かにね。これでいいかな。やっぱり魔獣の正体は生徒だったか。しかし何だってこんなことが。ああ、やっぱ生徒か。ありがとうございました。逃げ遅れた友達も無事でしょうか。今からやね、それは。切り込むか。さあジェラルトがどうしてくれるかかな。動き方としてね、生徒2人は危ないか。さすがにこいつは厳しいな。誰か援護してくれ。そうなるよね。当たらないだよね。まだ耐えてる。一応目的は敵の全滅だからね。とりあえず回復を。こんなところで。マジかい。あーってことは。確かに。最初から。ジェラルトが行く先に行った方が何かとマジか。切りで削る。切り込むか。で逃げれるように動かしておいて、さあどんどん飛ばしていこう。とりあえずそしたら攻撃しておいて、再移動でどうにかなるかな。いやー、やっぱ再移動ほんと便利だね。さあどんどん飛ばそう。ハゲた？お、回復ナイス。これバリアが、お、いいね、倒せたね。さあ生徒が出てくる。やっぱり魔獣の正体は生徒だったか。同じ状況になりつつあるが、まあ上の生徒は
に行っても良さそうな気がするけど、アイテム足りないだろうな、味方はね。まあ、一番ジェラルトがうまいこと避けてくれれば、右上のコアギリギリだね。ブレス資格してこないから反撃ができないよね。これだけの魔獣を相手にするとは。そう。ってことはライフ的にやっぱ引かんな。ダメだ。そう。お、引いたね。やっと引いたね。いいクリティカルが出た。あ、ジェラルトの火星に行ってとりあえずね。全員とも全員助けれたらと思うけど、あの子はの問題ね。こんなところ。ああ、やっぱりか。ああ、やっぱジェラルトか。生徒はある程度放置してやっぱジェラルトだね。最初の動きは合ってた。この刀、ああそれぞれ弱点ある感じだね。あの魔獣、できれば能力上げたいからっていうのもあったんだけど、来るはずなんだよね。来たね。やっぱ油断はしないで。警戒が必要ね。残り3。あ、しくったな。ブレスを避ければだけどね。
ちは倒せる。これでいいか。あ、助からなかったね。いや、左下意外と強いんだね。このままでいいか。ちょいスキル重視で。まだ本気じゃねえぞ。さあ助かった。切り込むか。こっちだな。どうせジェラルドが乗れないから場所確保して、さあこれで助かったね。あとは入れ替え、ディミトリを戻して、で鍵がね、なんかあったんで宝の鍵も。スイート使っておきたいね。これだけのマジ。鳥いけねえか。多分ねゲラルトさんがね。いや、もうこれは相手はちょっともう諦めよう。この経験は糧になる。さあしっかりと倒して終わりと。助かった。ありがとうございました。ダークメタル1個、多分これの数が変わるんだろうね。まあ無事にという感じだね。飛んだプレゼントが出てきたもんだ。礼拝堂には何の痕跡もねえか。だがルミール村の件と無関係とは思えねえ。おそらく奴らが。待ってください。ああ、まだ逃げ遅れた生徒が残ってたか。さっさと戻んな。はい。うざいんだよね、おっさん。
私の素敵な計画を邪魔してくれちゃってさ。さっさと戻んな。はい。果たしてもらわねばならぬ役目があるのでな。すまんな。これ以上一緒にいてやれそうにない。初めて見るお前の涙が俺への手向けとは、嬉しいやら悲しいやら、ありがとうな。いや、マジか、ジェラルトここで離脱か。はー、マジか。それはそれでちょっとてか、かなり残念だな。じゃあ結局出生の秘密とか全然聞けない状況というところか。まあまあまあ、この続きはまた次回の方に回してやっていきたいと思います。多分そうだね、ジェラルト関連の話が出てくるんじゃないかと思いますが、まあそこは次回に楽しみにしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。